会。阿罗，我今天要玩一个肥宅的游戏 ，Kiyaki no Kiseki。它就是局版四六为局版四六做的一个手游。我昨天刚下载，我还没玩。今天是第一次玩。昨天是在看广告的时候看到，我马上去下载。我要念这个吗？緑の匂い、風の匂い。すべてが濃密な季節。焦られたアスファルトに揺れる夏の空気の中。我不知道这个外来语是什么意思。夢を追い続けた少女たちが夢に追いついた瞬間。そしてその夢をより眩しく輝かせるために走り出した瞬間。中音好像怪怪的。鸟居版四六一齐声。哦哦，在这边他们变成鸟居版了，耶！监警大人。完成と絶望、喜びと涙、届いた夢とあと一歩で届かなかった願い。番号を呼ばれたものと呼ばれなかったもの、一瞬前まで同じ立場だった少女たちの間に生まれた残酷な待っての差。しかしこれがオーディションアイドルとしてオーディションアイドルとしてデビューするということ。おー、要看到邮箱了。運命を味方につけ、自らの人生を切り拓、怎么念啊、開いた少女たち。そして喜びと興奮に包まれる彼女たちに訪れる最初のサプライズ。鸟居版怎么念啊？鸟居版变成局版啊？对吼，他们好像一开始是叫鸟居版，后来改成局版。その驚きと惑いは彼女たちの間に生まれた最初の共感思い。ステージに立つ合格者は、等怎么念去了？愛しくな？糟糕了。呵呵呵，算了，这不是日文简练的游戏，就大概看一下好了，赶快进到游戏正题。其实我不知道这游戏内容是什么，好像是就自己要当一个就是经纪人，然后去推里面的一个人这样子，好像是。但我好像又有听说，好像是要抽蛋的，希望不是要抽蛋，抽蛋感觉就很可怕。哦，对，我要当经纪人了。自我介绍，所以我要先打自己的名字。姓，就我想一下哈，要但取日文的姓比较好。啊，对对对，我想到了，我想到一个日本人都这样叫我，所以我把它取这个名字好了。
向井，他会叫我向井是因为无界的日文念起来跟向井是一样的。就木卡伊，就这样子吧。好，向井，然后名字 46。哇，天哪！听到他们念口号，好想跟着一起念。那就叫向井无界吧，木盖木盖。Nickname， 木盖木盖，那就 Nickname 用一样的就好了。好了好了，啊，还要输入生日哦。我输入我自己的好了，5月6号 ，OK， OK， 还有第一次当经纪人。要来辅助新团体的成员，所以这样子我就当了举办46的经纪人了。然后呢，我可以自己选吗？我可以自己选我要推谁吗？我来上他们的第一堂课。是阿卡呢。よろしくお願いします。请多指教。頑張ります。我会加油的。リカ、ミチカ，好像有点紧张起来啊。私、歌もダンスもやったことないんだけど，我没有唱过歌，也没有跳过舞。大丈夫だよ、一緒に頑張ろう。没问题的，我们一起加油吧。どんなレッスンなのかな、すごく楽しみ。不知道是会上什么课呢？超期待的。私も、我也是。Yeah, よか。本日はよろしくお願いいたします。今天请多指教。就这样子，举办46的课开始了。耶！哎，这是什么？要转租吗？这是这种游戏吗？頑張ります。嘿，呵呵呵呵，好像是哎，你看它下面还有属性，哈哈。嗯，早速ですが、マネージャーとしての仕事の説明をします。我来说明一下经纪人的工作。大丈夫です。あなたには彼女たちのレッスンをサポートしていただきたいと思っています。我要来辅助他们上课哈。他这个ライブレッスンで最大限のパフォーマンスを。真的是要转租哎！哎，等一下，这个跟龙拼不是一样吗？只是这个盘面有点大，然后这是什么？这是什么？哎，又不一样哦。哦，是这样子削的，哦，削同色的那一种啊，这种我很不会玩的。这个我都根本不会算，就只会看到哪里有珠子，我就削哪里啊。S 是怎样？我动都没动就 S 了，啊？没了？欸，我都没有动到欸。お疲れ様でした，辛苦了。初めてだったし、なんか緊張しちゃったな。第一次好紧张。
照着教导的动作来。哎、欸，等下，刚才好像有语音，然后又不见了，是怎样？練習しよう。嗯？等一下，我觉得是它是声音类格了。对耶，他声音lag太多了吧？等一下哦，等一下哦。现在才有那个削珠子的声音，我想到怎么都没有语音。这样的话，我要重开一下。等我一下哦。嗯。等我一下。声音也累个太多了吧？我想到怎么都没语音，明明看广告有的。好像应该有吧。頑張ります。私。あの。お。准备要出道了。咦，他们一开始穿的制服，可以自己选哦，太好了，可以自己选。欧西曼想要推谁？我当然是要选那个啊。我的 Yuka 呢 ？Yuka 呢 ？Yuka 呢？平假名的，平假名的也可以选的。啊 ，Yuka 在这里。菅井 Yuka です。耶，好可爱。好，这是耶。Yeah.あの、耶、yeah ！出现了，表情很担心的 Yuka。蒂诺安娜呢？耶、yeah ！太好了，可以自己设定啊，好棒哦，好棒哦！白金の奇跡をインストールしてくださってありがとうございます。感谢你安装了这个 APP。白坂46キャプテンの菅井優香です。我是橘坂四六的 Captain 队长菅井優香。このアプリには私たち白坂46が歩んできた奇跡と奇跡が描かれています。我听他念那个，他说就是邮箱，他有在节目上说他很不会念 “kaki kukako” 这五个字，所以他刚才下面那边轨迹跟奇迹连续在那边 “kiki 的时候，听他念就觉得很有趣。夢を決意に変え、悩み、傷つき、涙しながらも、私たちは成長してきました。そんな私たちの奇跡と奇跡を知っていただけたら嬉しいです。それではまず遊び方を説明させていただきますね。
太好了，听友香的声音来教学。哦，欅の奇跡のメインとなるライブレッスンです。メインストーリーは私たち欅坂46が歩んできたストーリー。ゲリラライブは短時間限定で開催されるライブ。日替わりレッスンは曜日ごとに内容が変わるレッスン。イベントでは期間限定のストーリーを体験できます。活動限定的。まずはメインストーリーをプレイしてみましょう。先来过一下主线。所以游戏内容就是在转租就是了。メインストーリーを進めるにはステージを一つずつクリアしていく必要があります。それでは早速最初のステージに行きましょう。イエーイ。哎呦，为什么我不能把邮箱换上去换上去吗？啊，该不会邮箱要用抽的吧？然后我今天应该不会玩很久，我只是想知道一下这是怎样的一个游戏。哦，原来要按了，我还在等他跑。买木板46。当初有22509人去报名，好多哦！来了，我要来转租了。改めまして、欅坂46キャプテン菅井優香です。耶！これから一生懸命頑張りますので、ライブレッスンのサポートよろしくお願いします。それではレッスンについてもう一度だけ確認してみましょう。パズル玉は全部で5色あり。同じ色が3個以上つながっていると消すことができます。覚えていらっしゃいますか？一度パズル玉を消してみましょう。え、还是不让我自己转就是了。練習しよう。さすがです。パズル玉の操作方法は完璧ですね。好想笑哦。それでは次にとっても重要なことをお知らせしますね。実はパズル玉の色とカードの色がレッスンのクリアに必要なスコアに関係しているんです。右下に表示されているカードと同じ色のパズル玉を私の指に合わせて一緒に消してみてください。パズル玉を消した時は画面上のスコアと画面左側の残り生活に注目です。これ算珠子吗？練習しよう。今のようにメンバーカードと同じ色のパズル玉を消すとスコアバーが上昇します。またどの色でもパズル玉を消すと残り手数が一つずつ減っていきます。この残り手数がゼロになった時に課題を達成できていないとレッスン失敗となりますので気をつけてくださいね。では次に青色のパズル玉を私の指に合わせて一緒に消してみましょう。練習しよう。このように青色のパズル玉を消してもメンバーカードに同じ色のカードがないとスコアバーは上昇しません。このステージをクリアするには D ランク以上のスコアが必要なので残り手数とメンバーの色に注意してくださいね。それではレッスンの続きをお願いします。高スコアを出してみましょう。就它上面有一个分数表，然后要看，哎，好像有点看不太到这个画面，我调一下。上面有一个黄色的表，有没有？把它缩小一点好了，不然看不到。
然后就是烧珠子就会增加那一个表，然后它左边有一个剩余两回，就是我要在有限的次数里面让那个分数到达，所以哦，剩两次哦，然后留下一堆黄的，然后我没有黄色的角色啊，我要怎么玩？这样子，这样，这样。哦，可以这样子，这样。練習しよう。哦哦哦，发生什么事了？我这边也有 S 哦，我只消了一个颜色耶。这游戏看来比龙拼简单很多。AP 三回复，所以做每个动作都要回 AP 的意思吗？就是耐力的意思吗？真的，你看这个 Yui 是一星的，下面这个人是四星的。哦，这是魔法石的意思吗？お渡ししたのはクリア報酬です。スコア S ランクでクリアすると一度だけご褒美がもらえるんです。さらに蝶の全ステージを S ランクでクリアすると豪華報酬が待っています。この先も全ステージで豪華報酬がもらえるように頑張ってくださいね。只要过了就会有三钻，然后拿到 S 又给你三钻，如果你全部的关卡都拿到 S 会有豪华的报酬。我觉得这刚好可以让我复习日文，好多单字、汉字我都忘记怎么念了。伊拉特，平手尤里奈，有里奈，啊，直接叫他尤里娜好了，好难，好难念哦，中文。他是那个橘版四六连续五张单曲的 Santa， 就是站在最中间、站在最前面的那一个人。では早速次のステージにと言いたいところですが、その前に一緒にステージを進んでいくメンバーに会いに行きましょうか。要手抽了吗？真的嘎恰！天哪，拜托给我邮箱好不好？それはガチャをすることで新しいメンバーカードガチャをするためにはダイヤが必要なんですが、今回は特別にダイヤなしにしておきました。これでガチャをしてみてください。还有十加一耶！手抽就直接送十加一哦。在读条，在读条了。也很正常，我都没有，拜托给我邮箱，好酷哦，是这样子选的，拜托，啊，这个转蛋有点有趣，哦，这是11个人里面只有3个金的吗？哇塞，这个是。那个，二军的，是我比较不熟。哦，金的谁？
Oseki， 五星的 Oseki。又是 Oseki。他的金跟银是以什么为依据的？嗯，这个妹也是那个二军的，拜托拜托，给我 Yuka，Yuka， 嘿，可是四星的不是五星的，有点可惜。不是五星的虫杀。嗯，我来想想，拜托拜托拜托，再一个。Takamoto， 这里是二军的，二军的我真的比较不熟哎。五星的只有一个。Oseki。ユニットを編成してみましょう。この画面ではライブレッスンをするユニットの編成やメンバーカードのトレーニングができます。今回はユニットの編成です。ここでライブレッスンをするメンバーカードを選ぶんですが。たくさんカードがあるとどれを選んでいいか分かりませんよね。そんな時はおすすめをタップです。就按这个，他会自己帮你组好队。哎，太好了，他知道把友香放在中间。おすすめのメンバーカードを自動で編成してくれました。便利ですよね。慣れるまではこのおすすめを使うといいと思います。今回は現在の推しメンをセンターにしておきました。他讲这句话感觉就是你一开始选谁的话就至少会中那一个人的四星的意思吗？あとは変更確定すればユニット編成完了です。嗯，那帮我组一个杂色队，杂色也好了。可是要不要重刷啊？我有点想要友香的五星呢。次のステージをプレイしてみましょうか。可是又有友香的四星，又觉得也是不错啊。他现在都不给我按别的，没关系，我先了解一下这个游戏是在干嘛的。こんにちは、菅井。基本操作は覚えてくださいましたか？次は少し難しいかもしれませんが、パズル操作の応用編です。実はパズル玉なんですが、スワイプして消すと消した隣のパズル玉がレベル1、2、3と成長していくんです。スワイプ是什么？是哪个英文啊？スワイプ。私の指に合わせて一緒にパズル。あ、对、就滑。あ、しかないんだ。すごいです。赤色と黄色のパズル。你只要滑过，然后它经过的那一个路线旁边的石头就会升级。この調子で一緒にレベル3まで成長させてみましょう。キラキラ輝け。レベル3のパズル玉ができましたね。それでは次にレベル3のパズル玉をどうやって使うかご説明します。变等级三了。ここからがとても大事なのでよく覚えてくださいね。パズル玉をスワイプで消すと、そのパズル玉に隣接しているレベル3のパズル玉も一緒に消すことができるんです。説明だけだと分かりにくいので一緒にやってみましょう。他说我用说明的也很难懂，我们就干脆直接来吧。也好，这样子。頑張るね。哦哦哦哦哦哦，可以这样子连锁。
スワイプしたパズル玉に隣接しているレベル3のパズル玉が消えていきましたね。うまく成長させるとなんと1回の操作でたくさんのパズル玉を消すことができます。スワイプでパズル玉のレベルを上げて連続して消すことをコンボと言うんです。コンボでたくさんのパズル玉を消すことができればスコアが高くなりますよ。コンボはこの先もよく使うので忘れずに覚えてくださいね。忘れられちゃったら私悲しいです。他说他刚教的，如果我忘记的话，他会很难过的。我只要假装懂了。慣れるまでは難しいですが、スワイプからの連続コンボで高スコアを狙ってくださいね。我想一下哦。这样子是用红色的比较好啊。我看到路线了。这样。你第一次来玩，这样应该很厉害吧？欸，好像没很厉害。那我来消蓝色好了。哎，不行，那边没有路。好像 也只能这样子啊。やるしかないですよね。買いしかない。Yeah。 过关了。我们只要上面的分数条满了，就直接过关了。有点像 Candy Crush。 今天打三人一直被主神扔出来，哈哈哈。风神不够快，耶！开放了 Osekirika 的故事。就我刚抽到那个五星。所以如果我抽到的是友香的话，现在的剧情我就是跟友香在讲话了。大丈夫ですか？すみません。他没有走路，没有看路，所以撞到我了。我没有问题了，你看，我还活蹦乱跳的。快重刷了，手抽是游戏的一环。我先玩一下看这是什么游戏嘛。我等一下关台后，我再自己默默的去刷。难不成你是工作人员吗？对不起，我完全没发现到。我不是你经纪人才帮你上过课，你居然不知道我是谁。对，我就是你的经纪人。哎，我说难不成你就是我的经纪人吗？我在キリカです。我叫……现在在自我介绍当中。你要叫我尾关还是要叫我梨香都可以。
我是橘盘四六里面最喜欢气死的。我是吉利卡。よろしくお願いします。最喜欢气死。我比另外其他成员都还要喜欢气死。你要看邮箱，我也想看呢、啊。等一下嘛，我先了解一下这个游戏，而且说不定我现在一抽邮箱就出来了。哎、欸，哦，现在是十字 model 的，哦，他12月5号诞生，所以现在是他 up， 是用这样子在 up 角色的，太棒了吧！哦，有抽哎、欸，1到3星没变，耶、yeah ，好棒啊！哦，居然有这个限定一次，然后你一开始选谁就会中他的五星的专弹。哦，要200颗钻，所以我只要存200颗钻，我就可以来转这个啊，对不对？我存那个存石头就好啊，干嘛氪？还有分，就是什么穿什么时候的衣服的。啊，这后面也有一个五星的邮箱。天哪、啊，好多东西要抽！天哪、啊，这个游戏很坑钱。这看准粉丝都很想要他们的卡片在那边，太可恶了吧！是十字 model 生日，哦，12月5号，也就是现在12点过了，是他，所以他是今天生日，日本那边已经是他生日了，啊，直接 get， 好棒哦，有人生日，不对啊，邮箱是11月29号，才刚过没几天，那我不就是要等一年？不是圣诞音乐吧？刚才那个是生日快乐歌啊。友香的生日跟这个游戏太不搭了吧？还是我太晚下载了？友香生日前几天而已啊，11月29号啊。啊，天哪！该不会网络上有在卖他的那个吧？他的账号。哦，这边训练。またお会いしました。今回はよく使う機能、トレーニング。训练应该就是为经验值的意思吧？トレーニングとは簡単に言うとメンバーカードのレベルを上げる升级用的。因为我们要为龙王之类的。カードのレベルを上げるとポテンシャルが上がるので、いいスコアが出やすくなります。然后升级的话会比较容易出现好的分数，这好像跟某个。もしクリアできないステージがあったら、まずトレーニングをしてみてください。如果觉得你这一关过不去的话，那就先来训练吧，就是升级很重要。では早速始めてみましょう。今回はトレーニング用にカードを用意しました。タップして選択。哦，升级喝汽水。これでレベルを上げるカードを選択できました。次はトレーニングに使うカードを選びます。準備ができました。あとは下のボタンをタップしてトレーニング開始です。喝个汽水也升太多级了吧？喝个汽水比刚才那边跳舞跳的要死，还要升还要多级。無事にトレーニングできました。レベルとポテンシャルが上がりましたね。
potential が高いと、那汽水一定有来液配。出しやすくなるので、ぜひ試してくださいね。では続けて、ちょっと特別なトレーニングもしてみましょう。トレーニング相手に同じカードを選ぶと、特別なトレーニングになります。まずは先ほどトレーニングしたカードを選択してください。次に先ほどと同じようにトレーニング相手を選択します。今回は。这还要抽一样的卡来限界突破？我已经确定这个游戏很黑了。这个不好啊，这个。哦，突破之后还会改变照片的样子，天哪！哦，还会获得新的声音，新的语音。是很吸引人，没有错。これが特別なトレーニングです。レベル上限が上がったり、新しい写真が追加されたり、普通のトレーニングとは違ったいろんな効果があるんですよ。もし今後また同じカードを手に入れたら試してみてください。これで説明は終わりです。お付き合いくださりありがとうございました。我觉得我每天就是上来听友香讲话就可以了。这里有，好像这个是什么？一般的开水吗？只能升到9，汽水刚才升到15哎。啊，问一下了，有没有超成功？那就成功了耶。啊，对啊，心术不一样，对，也是啦，可能所需经验值会不一样。啊，那边就是可以看你全部的卡，有一些卡是一开始就送的。啊，我好想抽，它是不是都只有10+1啊？我只有12颗石头，它全部都是10+1抽哦。啊，这个是有抽，我有抽0点。这个10+1抽也是要200钻啊！哦，这个是一般的，抽一次，有一次可以只要5颗。啊，5颗这个一定要用买的，它还有这样子分的哦。用买的只要5颗就可以了，你没有用买的，用拿免费的要20颗才能抽一次，这不太好吧？天哪！啊，和邦邦 CGSS 一样，是哦，是这样子。糟糕，我第一次玩这种游戏，我觉得好可怕哦。还有初学者的，这个是广告吧？絶対後悔した。刻下去的，但不行啊。自分を出し切ります。気持ちを一つにしよう。邮箱。一列目の景色に震えちゃった。啊，该果然是广告。这是怎样？又是广告吗？那么多自己的广告。这个我跳过好了。この場所で頑張りたいです。也太多广告了吧？我是按错东西吗？
就是一些任务这样子。哦，第一面完成才能完成第二面。可是这个画面就可以看到邮箱在这里。哎呀，我还可以点他，我可以点他，点他的脸。好像要5才能设定这个，所以这是什么我也不晓得。我来看一下有什么。期间限定哈，要等级10才能玩。那这个呢？等级7才能玩。好吧，那就只好继续过主线了。来玩一下，看看这游戏到底是怎么一回事。お疲れ様です。菅井です。哦，所以还在新手教学的阶段就是了。ゆっくり落ち着いてパズル玉を消してクリアを目指していきましょう。そういえば気づきました？赤色のパズル玉と10という数字がステージ中央に表示されていますね。中间有一个10。在这个地方啊，糟糕！そうなん、課題を達成する。ライブレッスンをクリアすることができません。他刚讲什么我没看到。このステージの課題は赤色のパズル玉を10個消すになります。就是这一关的限制，你至少要消10个红色的。私の指に合わせて真ん中にある赤色のパズル玉を消してみましょう。これしかないんだ。消した赤色のパズル玉が課題のところに吸い込まれていきましたね。それと同時に10から7へ消した分だけ課題の数が少なくなりました。指定された数をすべて消すと課題達成となりライブレッスンクリアです。それでは今まで覚えてきたスワイプとコンボを使って残りのパズル玉を消しましょう。所以这一关达成条件不是分数，而是要消七个红色。ここからは一人で頑張り気ですよ。頑張り気。看一下，好像这个可以消最多吧。这样的。緊張しちゃう。頑張るね。不是啊，这不是龙拼。可是他因为不让我改那个分类，所以我的分类是那个龙拼。可是我不是在玩龙拼。喂。キラキラ輝け。やるしかないですよね。消得很开心，可是没有什么红色的可以消。来消黄色。キラキラ輝け。頑張るね。哦，再三个就过了，那我就这样就好了。やるしかないですよね。緊張しちゃう。クリアボーナス。イエー。みんなのおかげです。感謝しなくてはですね。拿到这叶子，叶子在这干嘛呢？抽有抽用的吗？然后那徽章，刚也没发现它徽章是干嘛的。好，我们这就继续把新手教学给过完吧。
疲れ様です、菅井優香です。まだまだキャプテンとしてお伝えすることがたくさんあるので、この先もちょくちょく登場します。今回はパズルゲーム攻略に必須なスキルの説明です。还有技能呢。スキルは星3以上のカードでしか使うことができません。只有3星以上的卡有技能。スキルを使えるカードはカード右下にスキルアイコンが表示されています。パズル玉を消した数によってカード下のゲージが増えていたの気づいていらっしゃいましたか？哦，那卡片下面有一条气量条，我都没有发现到。そうです。それがスキルチャージです。カードと同じ色のパズル玉を消した数だけスキルゲージがチャージされます。まずは一緒にパズル玉を消してスキルゲージがチャージされるのを確認してみましょう。緊張しちゃう。キラキラ輝け。消えるのと同時にスキルゲージが溜まりましたね。このスキルゲージが全て溜まるとスキル玉がステージ内に現れます。ステージ内のスキル玉をタップするとスキルが発動するので、ここぞという時に使いましょう。技能会直接变成珠子在画面上的事。確認できます。ゲストはライブレッスン中に一度だけスキルを使うことができるんですが、時間制限ステージの場合は10秒経過後に、手数ステージの時は还有分时间跟手数的。条件を満たしゲストアイコン上部にスキル玉が表示されたらタップしてゲストスキル発動です。スワイプ、コンボ、スキル、この先もぜひ活用してみてください。所以现在是轮到我了。先消红色的。愛しかないんだ。やるしかないですよね。消蓝色。頑張るね。啊，过关了。クリアボーナス。我技能都还没放到哎。好吧。是汽水。我是什么？握手券吗？不能，没有邮箱的故事给我看吗？他们的二军，我比较熟的是一个很爱吃拉面的一个女生。其他的我不太清楚。但他们二期生有一个好像说以前是住在台湾的，所以他会讲中文。ありがとうございます。すみません。でも笑起来也是很可爱。
To be continued。所以你只要把卡升级，就会有这些故事可以看了。嗯，我家猫在咬我，偷打它。啊，来看一下第五关是什么？新手教学应该要结束了吧？怎么会有啊？早上下雨的关系，我的凉鞋脏掉了。旁边都是很可爱的女生。平手不太喜欢自己内向的性格。上课的时候也尽量不让老师去注意到他。平田ゆり奈です。对，他刚加入的时候他才国中二年级，他今年刚上高一。是很年轻的。ライブレッスンスタート。呼んでくださいましたか？菅井優香です。今回は見たこともないパズル玉が出現しています、ね、什么石头吗？今回はこちらの説明を。この岩のようなものを邪魔玉と言います。こういった仕掛けはパズル玉を消す操作を邪魔してくるので、見たことがないものが出現したら注意が必要です。実はお邪魔玉はスワイプすることができません。不能消掉。ではどうやって消すかというと、パズル玉を成長させる方法は忘れていらっしゃいませんよね。要用等级3的珠子消掉它。お邪魔玉の隣を通るようにパズル玉を消すと、お邪魔玉は消えてしまうんです。一緒に消してみましょうか。像这样子，它就破掉了。キラキラ輝け。お邪魔玉が消えましたね。お邪魔玉にも実はレベルがありまして、今消したのはレベル1のお邪魔玉です。等级1的邪魔珠。レベル1とレベル2の違いは、ちょうど今消した下の方にレベル2のお邪魔玉がありますね。見た感じ、先ほど消したものより硬そうです。レベル2のお邪魔玉は、隣接したパズル玉を2回消す必要があります。要消2次才会破掉。スワイプ以外にもコンボを利用して消すのもありですよ。場面ごとに使い分けて、うまくお邪魔玉を消していきましょう。それではこのステージの課題、お邪魔玉をすべて消すを達成してください。私はまたどこかのステージで登場するかもしれません。追いかけてきてくださいね。所以我应该。先烧红色的，やるしかないですよね。然后再烧黄色的。頑張るね。然后再这样子，哎，等一下，这边歪掉了，回来。緊張しちゃう。哦，原来上面的 gauge 还没满。爱しかないんだ。
しかないんだ。クリアボーナス。结果还是没用到技能呢，是 CD 太久的意思吗？好啦，我觉得我今天先玩到这边就好了，然后大概知道是什么游戏。我觉得我真的 要去刷一下手抽，拼一下五星的邮箱，然后就不要花钱了，努力的存石头。画面就先停在这里，然后我今天就先开到这边啦。今天就只是试玩一下这个游戏，看它内容到底是怎样。好，那就先这样子啦，大家晚安，拜拜。